ここからは地域のニュースをお伝えします。28日、岐阜市中消防団鉄明分団本部の竣工式が行われました。昭和55年に建てられた鉄明分団本部は老朽化のため、岐阜市金岡町の金岡公園の隣に移転新築しました。分団関係者らが出席した竣工式では、柴橋市長が新しい分団本部を拠点として、これからも地域住民の皆さんのためにご尽力いただくことを期待していますと挨拶。続いて施工業者の渡辺工務店に感謝状が贈られました。岐阜市中心部にある鉄明地区は住宅が密集する場所です。地区の防災拠点となる鉄明分団本部は鉄骨2階建てで、1階は消防車両と広報車両の2台を駐車するスペース、2階には団員らが休憩を取る待機室を備え、これまでなかったシャワーを完備しました。鉄明分団は現在団員20人が在籍しています。分団本部が新しくなったことで、地区の防災活動により一層邁進するということです。鉄明分団本部の建設にあたりましては、地域住民そして団員 の待ち望んでいたことがようやく完成いたしまして、今後はその鉄明地域の防災拠点として、自分たちも消防団活動に、邁進したいと思ってます。岐阜市のダンススタジオに所属する5人組ユニット OAT7 が全国 K-POP ダンスコンテストで優秀賞を受賞しました。28日、岐阜市役所を訪れたのは岐阜市芥見にあるダンススタジオ、スタジオ花の代表神戸ルーさんと OAT7 のメンバー小山風里さん、土屋ルナさん、堀部理也さん、上野セリナさん、二俣美玲さんの6人。 OAT7 は1月5日に神奈川県横浜市で開催された全国 K-POP ダンスコンテストドリームゲートのカバーダンス部門で2位にあたる優秀賞を受賞。今回はその結果を柴橋正直市長に報告しました。メンバーは早速迫力あるダンスを披露します。全国 K-POP ダンスコンテストは令和5年9月から映像審査が始まり、257組1249人がエントリーしました。映像審査を通過し決勝に進出した76組のうち38組と最多のカバーダンス部門で OAT7 は優秀賞を獲得しました。柴橋市長はさらに自信を持って頑張ってください、次は優勝の報告を待っていますとメンバーを激励しました。ここまで地域のニュースをお伝えしました。